長尾駅構内。電流線には増結用の旧型車が停車調備駅車。右の建物が旧こと電スーパー。2005年10月18日撮影調備駅は、香川県佐抜市町美西にある高松こと平電機、鉄道調備線の駅である。駅番号は N17 以下取扱窓口がある。単式ホーム一面一線を有し、北側に客扱いをしない。 電流線がある。終端駅であるが、線路が緩やかにカーブしているのは、長尾寺を避けて、東に線路を延長させようとしたためという説がある。事実、前身高松電気軌道が1912年に、長尾白鳥本町間の長尾線延長を計画し、営業免許も取得していた執行。また、県道志戸山川線との接点付近まで、 用地買収をしていたとの記録も残っている。1日の平均上行人員は以下の通りである。現在の長尾駅は、佐抜市長尾地区でもかなり西に位置している。長尾東町地区が、県道志戸山川線との交点付近である、企画酒造付近に、一方長尾西町地区は、長尾寺付近にそれぞれ誘致運動を起こし、駅の争奪合戦が繰り広げられた。しかし、 高松電気軌道は抜き打ち的にこの2地点以外である現在地に決定した。かつて駅横、琴電スーパーという店舗があったが営業停止後閉鎖され利用されていなかった。地元住民により長、お文化サロンという新しい利用の試みもあったもののそれも閉鎖され長年にわたり放置されてきた。この建物は現在取り壊され跡地に 自動車26台のパークライド用駐車場が整備された。利用料金は電車利用者1ヶ月3000円、24時間300円であり、利用希望者は長尾駅駅員に申し出ればよい。長年乱雑に置かれていた自転車置き場は区画線が引かれ、整然となった。駅舎に向かって、右横には以下対応の自動販売機が4台設置され、利便性が高まった。 長尾駅駅名表2013年12月25日撮影長尾駅駅名表。ありがとうございます